ございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。今日もベトナムをもっと身近におテーマに、経済から生活情報まで、急成長の今に迫ります。はい、本日のニュース早速いきましょう。企業買収の注意点という記事が上がってきました。なのでこれを解説していきたいと思います。この記事はですね、イギリスの M&A 会社のマネージャーさん、ブライアン・スペンスさん、僕知らないんですけど、が書いた記事らしいですね。でこれベトナムニュース .vn というところに、英語の記事として載ってました。ちなみにニュースを選んでるのはですね、僕ではなくて、僕のアシスタントのヒエンさんという、ベトナム人のアシスタントが選んでくれるんですね。でヒエンさんは非常に優秀なので、僕が解説しやすいような、僕が好きそうなニュース、まあ、経済系好きなんですけど、そういうのをたくさん選んでくれて、で僕に渡してくれるんですけど、たまになんか彼女の思惑が入ってるいろんなニュースが来るんですけど、はい、これはなんだ、英語のタイトルだとバイヤーでカッコして、アンドセラー、ビーアウェアなんで、お買い物する人、あと、売る人、商売する人はビーアウェア、ビーウェア、気をつけてねっていう話ですね。ずらずら、ハゲのおっちゃんスペンスさんが書いてるんですけど、内容3つですね。1つ目はこういう時期なんで、経済がドカンとなってる時期なんで、掘り出し物もありますよと、いいもの安く売ってることがありますよ。2つ目、1人で判断しないでね、でもブローカーにも頼らないでね。で3つ目、M&A の心構えっていうのを言ってますね。まず1つ目の掘り出し物がありますよっていうのは、皆さんもご存知の通りですよね。今こうやって経済がドカーンと悪くなってますけど、まあ、多くの人が大変ですけど、一部の人はそれでもたくさん儲かってる、もしくは、しっかりコロちゃん対応して手元に現金がたくさんあるという人が、一部います。でその一部の、お金持ちというか現金持ちですね、現金持ちの人や企業にとっては、今いろんな企業の株価が下がって、もしくはいろんな企業がお金に困ってっていう状況は、非常に、チャンスです。本当は1億円出さないと買えないような企業が、ひょっとしたら2000万円くらいで買えるというようなところがあるわけですね。今月の資金繰りにも苦労してるっていうので、でちょっとの資金を入れてあげて、渡してあげて、でそれで株をたくさんもらうとかっていうのもできますよね。ということで、今バーゲン中ですね。はい、掘り出し物がありますという話は、まあまあ皆さんご存知の通りだと思います。で2つ目のお話、一人で判断しないでね、ではブローカーに頼らないでねっていうことなんですけど、まあまあね、多くの人にとって企業買収っていうのはあまり慣れたことではないと思うので、初めてのことだと思うので、一人で判断するのは危険なので、専門家に聞いてくださいと。ただブローカーに頼らないでねっていうのはですね、 M&A の話を持ってくる人っていうのは、まあ、多くはブローカーで、ブローカーっていうのは契約が成立したら、案件が成約したら、それでコミッションをもらう人ですよね。なのでブローカーにとっては、あの買い主、企業を買う人が儲かるかどうかとかは関係ないんですよ。案件が成立したら、あのお金もらえるので、クソ案件でもダメ案件でも何でもいいから成立させたいっていうのがブローカーの、あの真っ当な考え方ですよね。なので、あのブローカーの利益と企業の、買い手側の利益が一致してないんですよね。だからそういう時はブローカーに頼っちゃダメですよっていう、ブローカーの話聞いちゃダメ、に惑わされちゃダメですよって話ですね。自分のことをサポートしてくれてる風の人が、自分の利益と違う方向を向いてるっていうのはね、なんか皆さん気づかない方多いですけど、よくありますよ。でこういうのがあると、プロジェクト失敗しますよね。はい、で3つ目の心構えっていうのは、省略省略します。あんまり大したこと書いてないんで、じゃあなんでこの企業買収のお話 をあんまニュースでもないのに僕が読んだかっていうとですね、まあ、ヒエンさんがアシスタントのヒエンさんが僕に送ったからなんですけど、なんでアシスタントのヒエンさんが僕に送ったのかっていうのを考えるとですね、まあ、これから企業買収がたくさん盛んにいられますよっていう、そういう情報共有なのかなというのは思う、
かなというふうに勝手に想像しています。そうですね、毎週毎週、大型の倒産を耳にしますよね。ベトナムだけじゃなくて日本でも世界でも。で、日本は11日なので、ゴールデンウィークがやっと本格的に明けたところですね。で、緊急事態宣言が、5月末まで延長になったので、ということで5月頭までなら頑張って耐えたけど、5月末まではさすがにしんどいわ万歳という企業も出てくると思います。だから僕がこれ撮影してる今日5月11日、11日12日くらいでどのくらい倒産案件が出てくるのかっていうのは見ものですね。というような感じで、倒産案件が出てくるってことは、売り案件も水面下ではたくさん出てるので、こういう企業買収が盛んになりますよっていうお話でした。お知らせです。私小森優也はベトナムニュース以外にもですね、週刊 SK という雑誌で月1の連載を持っておりまして、でそこでベトナムの情報の発信をしております。メインはタイトルは週末エンターテインメント、休日どうやってベトナム人が遊んでるのかな、僕たち日本ベトナム人日本人もどうやったら遊べるのかなみたいな、そういうね、ベトナム生活の楽しみ方を提案していますので、よろしければ、街中に週刊 SK ありますので手に取って見てみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。また明日。Tôi là Lizzy, học sinh mới của trường Lala. Còn bà, tôi tên là Mirai, tôi cũng học trường Lala. Có tao với mày, với lại anh Gin là không biết cô gái là gì thôi. Chẳng qua là tao không có muốn cô gái bậy bạ như tụi bay thôi. Còn tụi bay muốn hả? Tao sẽ thể hiện cho tụi bay thấy cô gái trong vòng 3 nút nhạc là như thế nào. Mấy bà làm gì đó? Mày ở xóa nào chui ra đấy? Tính làm anh hùng à? 5km mà lấy của người ta 300.000, lấy giá cắt cổ cũng không tới giá đó đâu. Mấy đứa đọc bản thông báo chưa? Ok, năm nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em nha. Mấy người nói tôi muốn làm anh hùng, chẳng khác nào đang tự ám chỉ mình là tiểu nhân. Mày nói gì vậy?